皆さんこんにちは。今日はテリーのタイトルマッチが行われます。相手はゼロワンマックス高岩選手。とても強いチャンピオンなので皆さんの応援が必要です。ノアにベルトを取り戻せ。いくよ、ムシキングテリー。桜咲く4月から風香る5月へ。森のエネルギーを力にケリーが挑戦の時を迎えます。ノアのパワーファイター杉浦隆が倒され早4ヶ月。その間ノアを離れたジュニアのベルトは王者高岩達人の手によって2度の防衛戦を経験しました。奪われた GHC を奪回すべくケリーがジュニアに挑みます。子供はもちろんノアジュニアの期待も一身に浴びて武道館マットに立ちました。ムシキングテリーです。タイトルマッチ仕様オレンジに色を改めてきたムシキングテリーが入場しました。ノアの至宝、4つの GHC 王座の中で最も多く外敵の手に渡ったタイトルが GHC ジュニア。そして他団体所属でただ一人 GHC を2度巻いた男が高岩達人。1度目の GHC は2001年10月金丸を撃破、そして去年 12.23 杉浦隆を下し2度目の GHC 奪取。金丸、杉浦いずれも実力者を下しノアジュニアの壁となってきたジュニアの潮流高岩達人、チャンピオンとしてノアの日本武道館に立ちます。決意のテリー、視線の先に裸一貫ベルトを腰に巻きました高岩です。チャンピオンとして日本武道館のノアマットを踏む高岩、やっと敵地で試合ができてワクワクしている。聖地のマットを前に高岩は余裕で笑みを浮かべました。ジュニア界最強のパワーを引っ提げチャンピオン高岩達人リングインです。2試合前に GHC タイトル管理長城樋口より選手権試合宣言です。チャンピオンは高岩達人、3度目の防衛戦。認定書、この試合は GHC タイトル管理委員会が認定する GHC ジュニアヘビー級選手権試合であることを宣言する。2007年4月28日GHC 管理委員長城樋口。続きましてチャンピオンベルトの瞬間です。果たしてこのベルトは再びノアに戻ってくるのか。ノアの至宝、4つの王座の1つ GHC ジュニアです。高岩達人の手に渡り4ヶ月が経ちました。2度にわたってこのベルトを手にしてきたチャンピオン、ノアにとって一筋縄ではいきません。60分一発勝負を行います。ノアコーナー挑戦者195ポンド不幸中王者ムシキングテリー。全てはこの男の双肩にかかってきました。ムシキングテリー、ものすごい紙テープです。ノアコーナーチャンピオン215ポンド高岩達人。再びノアジュニアに苦渋を舐めさせるのか高岩達人。放送席にはノア桃田光雄選手にお越しいただきました。桃田さん、はい、初めてこの高岩がタイトルを取ってからノアマットでの防衛戦ということになりましたね。そうですね、まあ、あの高岩選手は本当ね、ジュニアの選手としてはすごいパワーを持ってますんでね、まあ、それが彼の一番の持ち味だとは思うんですが、はい、いやそのパワーをムシキングテリーがどこまでね崩せるかというところだと思いますけど、パワーの高岩かテクニックのテリーか。チャンピオン高岩にとって3度目の防衛戦、ゴングが響きました。 GHC ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負です。組み合った、あーいきなり抱えたデスマリー、早くも地獄の
指で固めた、カウント2。野本さん、いきなり高岩が来ましたね。そうですね、彼の一番の持ち味を最初から出してますよね、早くも一つカードを切りました。ただテリーが飛ぶか、高岩戻ってきた、あーラリアットか、飛び込んでいった高岩、飛んでいこうというところを桃田さん防いだ形になりましたね。そうですね。さあ早くも赤コーナーを見た、危険ななだれ技、日本武道館の天井を見た。さあ、おっとデスバレーの体勢を取った、早くも、いやテリーが返すか、なんとかこらえましたテリー。桃田さん、はい、この2人は前哨戦でも何度も戦っていますが、この高岩のなだれ技というのはものすごいですからね。すごいですね、本当にあの彼 の、 あのパワーを十分に発揮できる状況に持っていくのがうまいですよね。なだれ式攻撃を得意にしています高岩達人。大きなテリーコールが虫キングテリーを後押しします。腕を取ったのはチャンピオンです。去年の 12.23 プロレスリングセムのマットであの杉浦隆を下して12代 GHC ジュニア王者に返り咲きを決めました第2代王者でもあった高岩達人です。桃田さん、はい、ジュニア最高峰のパワー決戦と言われてノアの杉浦を下したんですよね。そうですよね、まあ、あの今あの杉浦選手自体はねやっぱりヘビーに目指してますから、その杉浦選手をパワーで押しのけた、要するにね、はい、下したということで本当にその高岩選手のパワーの凄さが、まあ、それだけでも分かりますよね。そうですね、まあ、あの試合は花道から外に杉浦をパワーボムで投げ捨てたりと、桃田さんも見ている方ももうゾワゾワするような激しい試合でしたね。いや、本当ですよね。本当に、まあ、選手生命が終わってしまうんじゃないかというぐらい激しい試合でしたよね。試合の中盤以降記憶が残っていないと杉浦隆はあの試合を振り返りました。その高岩が2月にはゼロワンマックスで日高行くと、3月には乗り込んでいった石森大樹をそれぞれ下して2度の防衛に成功しています。ああ、ここもパワー勝負では分があるか。その高岩を倒すわけですから、このテリーの今日の挑戦、ああレルト一筋縄ではいきませんね。すごいですね、やっぱりあの一つ一つの打撃にしても重いですよね、高岩選手の場合。さあその力をもう一度武器にして攻め込んでいこうというエルボー高岩です。カバーに入った。桃田さん、どんな試合展開でこのテリーは勝利へと自らを導いていけるんでしょうか。いや、 やっぱりあのパワーをうまくかわさない限りやっぱりチャンスはなかなか出てこないと思うんですよね。やっぱりまともに受けてしまうとダメージがどうしても残りますんでね、そのダメージを受けないようにするためにはどうしてもかわすのが最善ですから、やっぱりそれをうまく切り返していく、はい、そういうところをまた技術を持ってますんでね、ムシキングテリー選手は。場内子供からの歓声も飛んでいます日本武道館です。ということは桃田さん、ここまでの足を止めての打撃戦、あるいはこういった締め技、はい、このペースというのはどうなんですか。あの完全にチャンピオンのペースですよね。高岩選手に有利に運んでますよね今。デビューは92年、まもなく15周年を迎える高岩、もうベテランと言っていいでしょう。新日本マットでデビューをして IWGP ジュニアもジュニアタックも取りました。数々のベルトを手にしてきたこの高岩達人、そして何かノアマットで桃田さん生き生きと戦っているように見えるんですよ ね。 そうですね。高岩本人もこう話しています。誤解を恐れず言えばノアは第二の故郷だと、そんな話をしていました高岩達人。虫キングテリーを締め上げていきます。場内は大テリーコール、なんとかサードロープに今手が届きました虫キングテリーです。2度目の GHC 挑戦となったテリー、前回は2005年10月28日ケンタに挑戦をしましたが27分25秒長丁場の末に敗れています。それ以来のタイトルマッチ、この虫キングテリーです。力任せに投げていきました。そしてまた首のあたりを攻めていきます。この腕の太さ、桃田さん、この上腕二頭筋ですね。そうですね、まあ、だけど彼の場合はね、見た目以上にやっぱりパワーがありますよ。あ、そうなんですか、ね、見た目ではそれほどパワーで勝負するタイプには見えないんですけれども、実際にやっぱり戦っている選手の話を聞きますと
彼の優勢に抜き上げる力っていうんですかね、はい、素晴らしいって言ってますよね。その抜き上げる力はモータさんどこから来るんですよね。いや、やっぱりあの元来彼が持ってる足腰の強さだろうと思います。あ、なるほど、下半身の強さ、はい、その下半身をどっしりだとして逆水平打ってきました。ラリアット、山本さん、テリーが一方的に今技を受ける前半戦ですね。いや、そうですね、これやっぱりまともにこれだけ受けてますとね、ダメージ受けてきますんでね、エルボー返す、まあ、しかし打ち合いではやはり高岩に分があります。ロブに振った、あーっと戻ってきて、あーそのまま、いや着地した、着地した、バックドロップを返してすり抜けた、そしてあー飛びついていこうというところ潰れました。体を浴びせていったムシキングテリー、高岩はクシャッというふうに潰れました。さあここから反撃を試みたいムシキングテリーです。飛んでいった、あっと二段式膝を顔面にぶつけていきました。そしてセカンドロープから、あーっと体の体重を乗せたエルボーで押し倒していった、そしてカバーです。前哨戦ゼロワンマックスではタッグで3度対戦しました。それぞれ1回ずつ相手を沈めて結果1勝1敗です。あーロープ揺らした、この辺りは落ち着いています。キャリアは間もなく15年の高岩、さあコーナー上の攻防になった。早くもその斜め式攻撃をここで封印を解く、クレインバスター、強烈な一撃、膝をついてカバー、カウント2。桃田さん、はい、ただでさえ力の強い高岩選手がこの斜め式攻撃を連発するんですよね。マスクマンのこのマスクを剥ぐのはプロレスでは反則です。このタイトルマッチに合わせる形で新しくオレンジのコスチュームマスクに変えてきましたムシキングテリー。その真新しいマスク越し、今度は目を攻撃しています。高岩達人、ブーイングが起こりました。このマスクをかぶった者に正義の力が宿る、そういう発祥がありますこのムシキングテリーです。さあ高岩が場外で周りを見た、傑作か、背中を打ちつけていきました。のしのしと歩み寄っていきます。そのパワーがゆえにジュニアの潮流と言われるこの高岩達人です。鉄柱へ、モロダさん、こうして前半攻められ続けるというのは何か後半に向けて影響あるんですか。いや、あると思います。どうしてもダメージが蓄積してきますんでね、あの動きはもう一つやっぱりキレが悪くなると思うんですが、あの途中何度かね、あのムシキングテリー選手が切り返してはいるんですけどね、はい、その都度やっぱりパワーで止められてしまうって感じが今のところ出てますよね。ですからおそらくテリーもパワーを逃れたスピードやテクニックで返そうという、はい、それを全て力で凌駕して受け止めてきている前半戦の高岩です。場内に戻していきました。やっぱりパワーで勝負してしまうとどうしても高岩選手にね、あの、まあ、力負けしてる部分があると思うんで、はい、やっぱりどうしてもあの高岩選手のうまくね、パワーを要するに横へそらすというかね、はい、そういうことを狙っていかないとやっぱり虫食いてる選手難しいですよね。どうにか切り返してほしいですよね、はい、ニュートラルコーナーに登っていく、そしてエルボーとした、これもがっちり決まりました。カバーに入った、今のも本当体重がうまく乗ってますね。あ、表情マスク越しではありますが非常に苦しそうなムシキングテリーです。一気にこのまま力で押し切るのか高岩。クレンバスター着地した、さあもう一度反撃を試みるがラリアット、こういうところですね桃田さん。そうですね、本当にもうパワーであの抑えつけるって感じ。そう、高岩だ、垂直落下、もう一気に試合を決めてしまおうというのがチャンピオン高岩達人。垂直落下、ブレンバスターからカバーに入った、カウントドラー、2つで返しました。桃田さん、はい、元来であればあのテリーが技を一回着地した時点でもう一度攻撃に行きたいところですよね。そうですね。さあパワーボムを再び予告しました。先ほどはテリーが逃れましたが、4月の武道館、あーっとこらえた、そしてあー前落とした、どうだ、ストライクバックアカウント2、試合時間10分、さあ反撃に行けるか。あー、しかしこれもやはり高岩のパワーが、いや丸め込んでいった、落とした、どうだ、こ
これは桃田さん意表をつく返しでしたね。意表をつきます。かなりスピードが効いてますんでね、なるほど、効いてると思いますよ。そしてここでジェネシスに行った。どうだ、このタイトルマッチを迎えるにあたってジェネシスと新しく名前を付けましたテリードライバー、変形のタイガードライバー。しかしカウントは2です。さあ10分を経過して、ここまで10分間やられ続けてきたテリー、反撃に出るか。サードロープを使って、あー、足をクロスして丸め込んでいった。キャントがいる。どうだ、2つです。逆に高岩が持ち上げて、持ち上げてコーナーへ。そしてラリアット。いやー、桃田さん、せっかくテリーが流れを作っても試合の流れも展開も何もないですね、このパワー。そうですね、本当にパワーで一気に逆転するという状況ですよね今。このインパクトです。綺麗に喉をヒットしますね、これ。そして両肩からマットに叩きつけられました。あ、またもなだれ式。このなだれ式攻撃は落とされる前に切り返します。そうきっぱり話したテリーですが、切り返すにはもうダメージが大きすぎるか。なだれ式デスバレーボム、2倍の深さ、死のタスネと落としていきました。しかしカウント中。いや、桃田さん、決まったかと思いましたが、いや、今のはかなりいい角度で入ってますんでね、子供たちのため、そしてノアジュニアのため、ベルトは取り返します。そうきっぱり決意を話しました、ムシキングテリー。しかし、しかしここでアート、テリーが着手した。逆に後ろからキック、高岩が、あるいはデスバレードライバーに行こうとしたでしょうか。ブレーンバスターの体勢から前に落とす恐怖の技があります。それをこらえた。制空権を握ってベルトを取る、そう話したテリー。一方、ちびっこファンには悪いがパワーで潰す、そう宣言した高岩達人。激闘になりました日本武道館。ラリアットエルボーで迎撃。あー、ラリアット、何回引き抜いてきたか、この右腕。そして今度こそ行くか、行くか、こらえた、こらえた、いや、デスバレーか。どうする、テリーがこらえている。あ、体勢を変えた、デスバレードライバー、強烈。杉浦隆の意識を断ち切った、そのデスバレードライバー、ムシキングテリーにその刃を向けました。あまりに強烈、もはや返す力もないか。桃田さん、はい、ここまで追い込まれながらもテリーが返していきますね。そうですね、本当にこれはテリー選手のもう本当に精神的な強さしかないですよね、はい、もうダメージはもう本当にもう目の前が見えないぐらい効いてるとは思うんですけど。そうですか、はい、杉浦隆も記憶を失った、そのパワー攻撃テリーは耐えています。ニュートラルコーナーに乗せた。高岩は勝てば3度目の防衛戦。さあ、またも恐ろしい流れ式技を、また一つ恐怖の引き出しを今開けようとしています。高岩達人、どうする、飛行機投げの体勢。あと、テリーは着手した、返した、テリーが返した、立ち上げた、力の入らない腕でエルボスマッシュ、ローリングスワット。足元はふらついています。テリーに飛ぶ力は残っているか。後ろに飛んでいきました。制空権は俺にある、そう話したテリー。さあ、ここから反撃に行けるかどうか。この桃田さん、難易度の高い技ですよね。いや、すごいですね。膝が高岩の後頭部に直撃しました。さあ、ノアの手法を取り戻すことができるか。鉄柱を使った、すでにベルトがノアの手を離れて4ヶ月が経っています。かつては種丸義信が初代王者に輝いた後、そのプロレス界のジュニアという壁を思い知らせるべく第2代王者としてこの高岩がベルトを取りました。高岩の挑戦があったからこそ
GHC ジュニアはより一層光るベルトになったと言っても過言ではないかもしれません。もう一度619は2往復してかけました。いや今のものすごいスピードありましたよ。あそうですか、はい、さあバックに回った。あそしてそのまま抑えていった。どうだ、カウントは2です。さあもう一度得意のミストクラッシュを連発で垂直落下で落とした。カウント1、1つで返しました。1つで返した高井は他団体の選手としてはただ一人 GHC を2度巻いた男、高井は達人チャンピオン。追い詰めていきます、ムシキングテリーです。さあ岡を奪うか、なだれ式身を削る両者。さあここで大中揺るがすテラドライブ、一回転真っ逆さま、高井は落としていきました。どうだ、新技を公開しましたが返しました。桃田さん強烈に入りましたけれどもね。いや強烈に入ってますね、今もう本当にチャンスですよね。さあテリーフィニッシュを動くした、一気に決めるか、赤コーナーに登った、あーと膝から落としていきました。空中で体をひねって膝を落とした、さらにバックに回った、水とクラッシュ今日3回目、どうだ、3つ入った、ベルトを取り返しました。ノアの手法はノアジュニアの手に、ムシキングテリー第13代 GHC ジュニア王者に輝きました。ジュニアの潮流を超えるスピードとテクニック、新チャンピオンはムシキングデリーです。桃田さん、はい、前半あれだけ追い込まれながら最後の最後は畳みかけてきました